ヌルモデムアダプターヌルモデムは RS-232 シリアルケーブルを用いて2つの D とを直結するための通信手段である。ヌルモデムという名前は RS-232 ケーブルを用いた歴史的な利用方法に由来している。2台のテレタイプ端末機器は2台のモデムに接続すれば相互通信できるがヌルモデム通信はモデムを使用せずに テレタイプ端末を相互に直結するために、クロスオーバーした RS-232 ケーブルを用いることを指す。RS-232 標準では、通信リンクの両端点の定義が非対称であり、一方の端点は D と、もう一方はモデム等の DCE が想定されている。ヌルモデム接続では、送信線と受信線がクロス結線される。目的によっては、 1>, 1本以上のハンドシェイク線がクロス結線される場合がある。ヌルモデム接続は RS-232 標準の範囲外であるため数種類の結線レイアウトが使用されている。当初 RS-232 標準は電話線での相互通信が可能なテレタイプ端末マシンのために開発され使用されていた。各テレタイプ端末は RS-232 接続を介して、モデムに物理的に接続され、モデムで相手に電話をかけて、テレタイプ端末同士で、リモート接続を確立することができた。モデムを使わずに2台のテレタイプ端末を直結したい場合は、結線をクロスしていた。ヌルモデムという用語は、接続方法だけでなく、ケーブルやアダプター自体を指す場合もある。 ヌルモデムケーブルは1980年代から1990年代初頭にかけて初期のパソコン間でデータを転送するための一般的な手段であった。ヌルモデムケーブルヌルモデムケーブルは送信線と受信線がクロス結線された RS-232 シリアルケーブルである。ケーブルの中にはハンドシェイク線がクロス結線されたものもある。多くの場合、 ストレート結線のシリアルケーブルとヌルモデムアダプターが一緒に使われる。アダプターには必要なクロス結線が信号管に含まれている。DB-25 ヌルモデム配線図で9ヌルモデム配線図下表は完全なハンドシェイクを提供する2つの D とを相互接続するヌルモデムケーブル用の非常に一般的な結線表であり、 DCD 信号の適切なアサーションに依存したソフトウェアでも機能する。ヌるモデムの本来の用途は2台のテレタイプ端末をモデムを使わずに直結することであった。RS-232 標準が別種の装置に取り入れられるにつれ、設計者はデバイスにディートのようなインターフェースを備えるべきか、それとも DCE のようなインターフェースを備えるべきか。 決定する必要が出てきた。二つのディートが相互に通信する必要があるような用途では、ヌルモデムが必須であった。ヌルモデムは一般に、コンピューター同士でのファイル転送、または遠隔操作に使用された。マイクロソフトの基本ソフトである Windows では、ヌルモデム接続で、直接、ケーブル接続を使用することができる。MS DOS の後期のバージョンには、 インタールンクプログラムが同行されていた。どちらのソフトウェアでも使用することで一方のコンピューターのハードディスクをもう一方のコンピューターのネットワークドライブとしてマッピングすることができる。この場合、イーサネットハードウェアは必要ない。コモドールのアミーガシステムでは、ヌルモデム接続は2台のマシンでマルチプレイヤーゲームをプレイするための一般的な方法であった。 イーサネット等のより高速な情報交換システムが普及して利用できるようになったことで、ヌルモデムケーブルの利用は一般的ではなくなった。モダンなシステムでもそのようなケーブルはカーネルモード開発の際にまだ役立つ場合があるが、これは最小限のデバイスドライバーとコードがあればカーネルのリモートデイバックが可能になるためである。例えば Linux では KGDB BSD では DDB、Windows では w i n d b o o または KD がシステムのリモートデバッグに使用できる。これによってローカルのモニターとキーボードが使用不可能となるカーネルパニック発生時にカーネル内蔵のデバッグに入れるシリアルコンソールを提供することもできる。こうしたケーブルが有用となりうるもう一つの場面はシリアル管理コンソールを備えたヘッドレスデバイスの管理である。 遠隔監視に塗るモデムを広く使用する組み込みシステムには、例えば RTU、デバイスコントローラー、スマートセンシングデバイス等がある。こうしたデバイスは近距離に設置される傾向があるため、DNP3、モッドバス、そして他の IEC 足といったプロトコルを通じた短距離のシリアル通信に適している。電気、オイル、ガス、水道といった公共サービスは、 新しいネットワークテクノロジーへの対応が遅いが、これは数十年単位になる対応年数を持つ資本設備への多額の投資が原因かもしれない。シリアルポートとヌルモデムケーブルはこうした産業では未だに広く使われており、イーサネットは広く利用可能な選択肢になり始めたばかりである。二つのディートデバイスを接続するには対応する信号を入れ替えることでデバイス間で DCE として振る舞うヌルモデムが必要となる。これは別個のデバイス一つと二本のケーブル、またはこのために結線されたケーブルを一本用いることで達成できる。デバイスがキャリア検出を要求する場合、コネクター内部で DSR と DCD を接続して、リモートの DTR 信号から CD を取得することでシミュレートすることができる。良しと標準の特徴の一つは、 ヌルモデムケーブルがロールオーバーケーブル、つまり一方の1から8番ピンをもう一方の8から1番ピンへと逆転しただけのケーブルである点である。DB-25 と D-9 コネクター用のピン結線最も単純なシリアルケーブルにはハードウェアハンドシェイクがない。このケーブルではデータ線と信号設置線しか接続されない。他のすべてのピンはつながっていない。 この種類のケーブルでは、フロー制御をソフトウェアで実装しなければならない。このケーブルを使用する場合、クロス接続された RX 線と TX 線上でしかデータ通信ができない。このケーブルは、モデム制御信号を必要としない、または利用しないデバイスでも使用できる。DB-25 と D-9 コネクタ用のピン消し線単純なヌルモデムケーブルは、 互換性に課題があり、問題が発生する恐れがあることから、ソフトウェアにハンドシェイクが利用可能であると騙し込む解決策が考案された。ただし、ケーブルのピン配列がループバックしているだけであり、ハードウェアフロー制御に物理的に対応しているわけではない。このケーブルだとより多くのソフトウェアに対応できるが、従来の方法から実際に改善された点はなかった。 ソフトウェアはハードウェアフロー制御があると思い込んで動作するが速度が上がると不明な理由で突然停止する恐れがあった DB-25 と D-9 コネクター用のピン結線このケーブルでもフロー制御線は同一のデバイスにループバックされるただし RTS と CTS のフロー制御が可能になっている対抗デバイスにフロー制御信号が到達するのは 対高デバイスが CD 信号をチェックする場合のみである。結果として特別に設計されたソフトウェアでのみ、このパーシャルハンドシェイクが利用できた。このケーブルでもソフトウェアフロー制御は動作した。DB-25 と D-9 コネクター用のピン結線このケーブルは RTS ピンと CTS ピンがクロスしているため、従来型のケーブルのハードウェアフロー制御とは互換性がない。 適切なソフトウェアがあれば従来型よりもはるかに高い速度が達成可能である。またソフトウェアフロー制御にも対応している。仮想ヌルモデムは仮想シリアルポートを用いて2つのコンピューターアプリケーションを直結する通信方法である。ヌルモデムケーブルと異なり仮想ヌルモデムはコンピューター内でハードウェアヌルモデムをエミュレートするソフトウェアソリューションである。 ハードウェアヌルモデムのすべての機能が仮想ヌルモデムで利用できる。これには以下の利点がある。例えば、ドースバックスによって昔のドスゲームで仮想ヌルモデムを使うことができる。もう一つの一般例は仮想シリアル制御等ユーザーアプリケーションに標準、T、インターフェースを提供するユニックスの疑似端末からなる。このようなタイは2つ用意した場合、 仮想モデム通信路を構成するアプリケーションで簡単に接続できる場合がある。ありがとうございます。